今日は今後のチャンネルについてお伝えしたいことがあって、マイティと一緒に動画を撮っています。このチャンネルを見てくださっている方はご存知だと思うんですけど、先月17歳5ヶ月のお姉ちゃんリオが虹の橋に旅立ちました。来週はね、もう49日なんですよね。あれからこんなにもね、月日が経ってるっていう感覚は全然なくって、まるでね、ついこの間のような感覚で、今でもリオがいない日常が当たり前になっちゃうのが嫌で、往生際の悪い自分がいたり、リオやマイティたちのため、自分自身のためにも小さくてもベイビーステップを踏んでいかなきゃいけないっていう気持ちも最近出始めたりとか、でもなんか毎日の日常的感覚だと私だけ時間が止まっちゃったような、そんな感じもあったり、悲しい気持ちは例えて言うなら波のようにっていう感じがぴったりだと思うんですけど、静かな波の時もあれば高波がね押し寄せてくるみたいな感じの時もあって、まだまだいろんな感情がぐしゃぐしゃで気持ちに整理がつかないような感じです。私たちの素人感満載のチャンネルでも、温かい気持ちで見てくださっている方々の多くは、最初リオのチャンネルっていうことでスタートしているのもあって、今もリオのチャンネルなんですけど、これまでの動画の内容もシニア犬老犬の内容に特化したものが多かったんですよね。晩年リオが長時間動画に出られなくなってからは、マイティがバトンをつなげてくれて、動画の内容がお姉ちゃんの話でもマイティがメインキャスターを務めてくれて、本当にリオとマイティと私の共同の3人のプロジェクトみたいな感じで3年近く一生懸命やってきました。なんで最近は特に老犬が年を重ねてきて出てくる症状だったり、病気関連の経験を多めにシェアさせてもらってたんで、リオと同じような年齢のシニア犬の親御さんだったり、老犬ケアに興味を持ってる方だったり、リオの頑張りをね応援してくださってた方々がこのチャンネルを見てくださってると思うんですけど、リオっちがお空に旅立ってしまったんで、これからは老犬ケアについての情報発信が難しくなってくるかなっていう風に感じてます。とにかく愛犬家の親御さんにお役立ち情報をお届けしたいっていう気持ちで、アイデアを絞りに絞り出して、時にはアイデアがカラッカラの時もあったりしたんですけど、何度もねあったりしたんですけど、絞り出しながら今までなんとかやってきましたが、これからは3歳のマイティを中心に動画を作っていくことになりますので、それでも予防医学っていう考えはキープしつつ、リオの子育ての中でできなかったこと、失敗したこと、後悔したこと、全てのね私の反省をマイティの子育てに生かしていきたいなっていうふうに思ってるので、その過程や学びを一緒に情報共有できたら嬉しいなっていうふうに思ってます。ただまだ出せていないリオの動画があったりとか、今まだ心が不安定で作れていないリオとの経験や思い出動画、あと最後の看取りについては追って作っていけたらいいなっていうふうに思ってます。今後もお役立ち情報っていう視点でお役に立てる内容を情報発信していきたいなっていうふうに思ってるので、で自己満じゃなくて、本当にあなたのため、あなたのワンちゃんのためになるような情報をお届けしたいなっていうふうに思ってるので、こういう情報が欲しいとか、過去の情報でこういうのが良かったからもっと深掘りしてほしいとか、こういう関連の動画を作ってほしいとか、リクエストをいただければ、私たちのね経験の範囲内になっちゃいますが、動画作りの中でリクエストにねできるだけ答えさせていただければと思ってるので、コメント欄だったりインスタの DM 等で教えてもらえると嬉しいです。正直もっともっと老犬ケアの動画、リオとの経験動画を作っていきたかったし、これから何年か介護をして、私がトライエラー繰り返しながらそこからの学びもお伝えしたかった。でも逆に今はリオがお空に飛び立ってしまったけれども、新しいステージっていうか、これからリオと私の愛の形も
もっともっとね成長していくだろうと思ってるし、そこからの気づきだったり学びもいっぱいあるだろうから、でそういったことも悲しいかな、誰しもが必ず通る道なんで、その都度ねシェアできたらいいなっていうふうに思ってます。なんで少しねチャンネルの方向性が変わっちゃうんですけど、リオのチャンネルをマイティと私が引き継いで頑張っていきますんで、引き続き寄り添ってもらえると本当にありがたいです。あとリオの旅立ちのご報告動画で初めてねコメントをくださった方も何人かいらっしゃって、あ本当にねリオがつなげてくれた大切なご縁なんだなっていう風に感じられて、すごく心がポカポカしたんですよね。コメントするのって少しハードルあるじゃないですか、特に初めてだと。でもハートマーク一つでもいいし、一言でも書いてもらえるとあなたとつながってる感じがすごく持てるので、感じられるので、お時間ある時には書いてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。私もねワンコと一緒で褒められると伸びるタイプなので、あとできるだけお互いの情報だったり気持ちとか共有して心のつながりを持てたら、愛犬家しかわからない心のつながりもあると思うんで、そういったねコミュニティ、そういった関係を築けたらいいなっていうふうに思っているので、もしよろしかったらお願いします。それではちびっこマイティと See you next time! Bye! Bye! Good, Mighty!